こんにちは発達王子ことまゆです。今日はですね、僕のちょっと最近考えてること、これってどうなんだろうみたいな仮説みたいなことについて、ちょっとお付き合いいた,いただけたらなって思ってます。まあ、テーマは、発達さんと LGBTQ って関係あるのどうなのっていうことなんですけど、まあ、その王子はですね、あの普段発達王子っていうぐらいだから、発達さんのことについて発信してるわけですね。 し、発達さんが生きやすく伸び伸びとできる社会っていうのを作りたいなと思ってあのいるわけです。まあ、なんですけど、王子のもう一つの側面として、LGBTQ のうちの T に当てはまるトランスジェンダーですね。まあそのまあ、僕の場合は X ジェンダーなんですけど、っていうものにもでもあります。まあ、僕は生まれたときは女の子でした。まあ、女の子の体を持って生まれてきて、 まただなんとなく違和感があったんですね。ずっと子供の頃から。で、まあ、高校生とか中学生ぐらいに言葉を知っていろいろ知るうちに、あ、自分って、まあ、X ジェンダーなんだっていう、まあ、いろんな過程を経てですね、ここはちょっと省略するんですけど、あの自分のことを知って、ああ、X ジェンダーとか、まあ、その当時は、あのー、トランスジェンダー、その性同一性障害なのかなとか思ってたんですけど、まあ、今となってはちょっとよくわからないっていうところには落ち着いてるんですけど、 なので、まあ、男とかお腹あんあまり意識せずにいっているんで、まあ、X ジェンダーかなって思ってるんですけど、でまあ、ちなみに、まあ、胸とかも手術は今してて、あとはホルモン注射とかは打ってない。一時ちょっとだけ打ってた時期あるんですけど、いろいろあって打ってないという状態です。まあ、なんですけど、まあ、これって実は特殊な例じゃないんじゃないかなっていうのを、まあ、前にもなんかカウンセラーの先生からも。 なんとなく聞いたこと関連あるんじゃないかっていうのをこの前ちょっと勉強会で聞いてきたんだよっていう話を聞かせてもらったりとかまたネットとかで調べてるとですね出てきたりとかもしますまああとはですね、まあ、カミングアウトしてる人っていうのも実際な結構見かけるなって最近思っててまああのまあ、FTM さんとかだとよく知ってるかなって思うんですけどまあ FTM さんもともと えと女性で生まれて、心は男性の人ですね、方が、まあ、結構お世話になるところ、ことのある GPIT っていう会社、GPIT さんって、GPIT っていう会社があるんですね。まあ、そこの会社、まあ僕も手術の時とか、胸のね、お世話にはなったんですけど、王子も、すごくもう思い出深い、<laughs> すごく思い出があるんですけど、まあそこの代表の方ですね、社長さんやられてる井上健人さんっていう方も、 ADHD っていうのをあの YouTube で公表してますしあとは逆ですね MTF さんもともと男性で生まれて今女性として生活している人っていうことでこれも YouTube この方 YouTuber の青木かのんさんっていう方も ADHD っていうのをあの YouTube でお話ししてます、まあ、なのでこれだけでも結構関連あるのかなって思ったりただ結構これインフルエンサーだインフルエンサー的な なんか影響力のある人だったりするから、まあ、たまたまなのかなっていう部分もあるかなって思うんですけど、まあ、実際僕の周りとかも確かにその人の活動的ではあるんですけど、ま、とか、まあ、今は ADHD の方たちを紹介したんですけど、まあ、自分の知り合いですね、まあ、初めて行ったコミュニティですね、LGBTQ のコミュニティの中にいた方も、m t f さん、もともと女性。 もともと男性で今、女性として生活してる方なんですけど、ASD だったっていうことは後々分かったっていう方もいたりします。結構すごい面白い方なんですけどね。そこ、王子もすごくお世話になった方ですね。あとは、この前、たまたま本を読んでて出てきた、知ったことなんですけど、あの台湾の今、ちょうどコロナ禍じゃないですか。まあ、コロナ禍って言っても2年ぐらい前からかな。もう ちょっとこの中で、なんかマスク生活、もう、こうじゃ、すごくマスクが嫌いなんで、ね、嫌だなと思いながら生活はしてるんですけど、まあ、ちょっとそれは避けおいてっていうことなんですけど、まあ、その台湾の、ね、デジタル担当大臣のオードリー・タンっていう方がですね、まあそのトランスジェンダー、あの元々女性、あ、ちゃんとすいま元々男性で生まれて、今はその性別の手術とかも受けて、 そのまあまり詳しくないんであれなんですよただトランスあの女性として言ってるのかなとりあえずとにかくなんかそのトランスジェンダーですっていうことをカミングアウトして、まあ、いる方ら,し方らしいんですけど、まあ、その方あの本によるとすごく ASD 自閉症スペクトラムの傾向がすごく強い方で、まあ、やっぱりだなかなか学生時代とか馴染めずにいたっていうようなエピソードは。 ちょっと書かれた、いった本があ,ありましたね。まあね、なので、まあ、実は結構こんだけ自分が知ってるだけでも、とか、あ結構 ASD も ADHD AS さんも ADHD さんも、僕トランスジェンダーの方、まあ、あとはさっきネットで調べてたんですけど、あのゲインの方とかもいたりして、まあ、実は結構本当にも関係あるんじゃないのかなっていうふうに、薄々 思ってます、まあ、ただ実際そのエビデンスレベルであるかっていうとそうではないので分かんないんですけどまああなたの意見もちょっと聞かせていただきたいなと思ってちょっと動画をしてみましたどうですかね、まあ、確かにですねその結構前に出てるようなそういう方たちだけじゃなくても普段王子は就労支援をやってるのでまあ利用者さんとか見ててもあんまりそのなんですかねいわゆる大人の女性とか男性的な要素かっていうのは 少ない方が多かったりとかして、あとは恋愛とかにあまり興味なさそうな方とかっていうのも結構いるなっていう印象で、そういう意味ではアセクシャルとか、そういう傾向だったりとかっていう強い方もいるんじゃないのかな、結構そういう方も多いんじゃないのかなとか思ってて、まあ、なので、まあ、これはあくまで本当にどうなのか分かんないですよもしかしたら関係あるんじゃないのっていうことでちょっと動画にしてみました。まあ、確かにね、どちらも根本をたどれば脳の中の問題だと、脳の問題だとは思うんで、 まあ、関連しててもおかしくないんだろうなっていうふうに思います。もしこの動画を見てくれたあなたも、もし自分もそうだよっていう方だったりとか、あとは身近にこういう人いますよとか、あとはこういう論文とかこういう本を読んでこうやって書いてありましたよとかっていう、なんでもいいです。もしくは僕はそう思わない、私はそう思わないなとか、たまたまなんじゃないのって思う方はそれでいいので、なんか意見だったりとか感想だったりとか、コメント欄に書いていただけると、うん、すごく役に立ちます。こんな感じで今日はちょっと。 あの情報ではないんですけど、実際どうなんだろうというあの問題提起というか、まあ最近ちょっと王子が考えていることっていうことで、まあ、発達さんと lgbtq 関係あるんじゃないのかなっていうことでお話ししました。あなたのご意見お待ちしております。最後まで聞いていただきありがとうございました。